琴清野と歌仲間。卵半分ないポールある、電信柱に卵ある、お山のてっぺんに橋がある、チチ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 チ、 R で R、 いいいいいい、テシポテシポ、レッツストップ、シガレッツシガレッツ。皆さん、タバコをやめになりたい方、一回これやってみてください。ちょっとバカみたいですけど、これをやればタバコがやめられますね。卵が？タバコ。はい、今週も琴清野と歌仲間の時間がやってまいりました。今週はね、また素敵な女性のゲストをお呼びしております。はい、そしていつも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 この番組を盛り上げてくださるアシスタントの方はこの方です。はい、足をし引っ張っていなければいいんですけれども、阿部律子です。定築レコードに移籍をいたしまして、7月の19日に移籍第1弾のソロが恋人気分、そしてデュエット曲がたぬき工事の夜が更けて出しますので、応援よろしくお願いいたします。はい、面白いタイトルね。たぬき工事、札幌のたぬき工事は有名ですので、はい、夜が更ける、夜が更けるんです、そうですか、はい、そして、はい、今日のゲストもうね、時々来ていただくんですけども、いつ見ても美しくて色っぽくて、もう私も憧れの方です。この方です。徳間ジャパンの三船和子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそおいでくださいました。もういつもいつも、ね、琴さんがチチチチってやってる時に、ちょっと、あの盗み見をしてしまったら、びっくりした ノーリアクション。いや、初めてではないですよね。え、ここ私初めてのあれにはノーリアクションでしたね。何やってんの、固まってました。何やってんならっていう感じでしょ。そうだ、お茶を出しましょう。そうですか、美咲ちゃん、お茶お願いします。お願いします。この番組ね、今度お茶をね、お出しすることにしたんです。ある方がね、まあこの番組お茶も出ないのって言った方がいたんですよ。それからお茶を出しすることにありがとうございます。あの方ひろこちゃん、大木さんだ。言いそうな方でございます。でも喉乾きますもんね。喉乾くんですよ。ライトもね、綺麗なので、はい、どうぞ召し上がってください。いただきます。いただきます。まあ本当にもうこのチラシを見ても椅子見ても綺麗で美しくて、デビューの頃はね、よく一緒だったのよ。そうなんですよね。最初の頃、もう看板の方がいらっしゃって、そして私たち、そうまだ新人でね、長くね、十何日とかね、旅をしたりして、昔はね、あったのよ。そういう長い興行がね。そうなんですよ。だから今のね、方は必ず、例えば今ホテルじゃないですか。昔旅館だったんですよね。そうですよね。だから今は皆さんは若い方もホテルですから一部屋一部屋ですね、でも当時はね、旅館でずらっとね、ほとんど何人ものお部屋で、そうです。それも楽しいかもしれない、それでもう夕食も朝食もね、みんな一緒でね、一緒で、そうなのよね。何年デビューでいらっしゃいますか。40年ですね。そうですか。じゃあまさに同期のお二人。そうなんですよ。同期が激しい。
何動機が激しい、はい、動機がね、はい、わかりました。じゃあ、まあ、次行ってみたいと思います、はい、ね、あちこちあちこち新曲が出るたびにまたキャンペーンとか、はい、いろいろ、ね、いろんなところにおいでになると思うんですけど、うん、もうあれでしょ、50年経ったから。そうですね、ね、50年過ぎましたよね。もう52年ですね。2年ですね、まあ、ちょっと間にね、お休みの時期があったんで、まあ、休んでた区間が14年間もありましたんでね、交通事故に遭われて14年間も休んでました、はい、休んでたんですよ、はい、昭和43年に交通事故に遭って、うん、声が全く出なくなってしまって、そのまま、うん、引退しておりましたので、うん、だから旦那様まで、14年間、うん、全くもう業界で全く面生活してたんですよね。ということはもう歌手のやる気はなかったですか。もうもちろんもちろん全くやる気なかったですよ。そうですか。だからいろんな譜面だとか、うん、もちろん着物にしても全部処分してたんです。もったいない。で例えば、まあね、思い出すじゃないですか、写真とか、うん、そんなのも全部処分してたんですよ。だから再デビューして、あの写真ないですか、この写真ないですかって言われました時に困ってしまって ね、 で、 ね、でも思いっきりがいいですね、全部処分する。いやでも思い出すの嫌じゃないですか、やっぱり心のどこかでは、やっぱりこう奥の方では諦めきれなかったなっていう感じしますよ ね、 今から考えますとね。そうですか。それを処分することによって諦めがつくっていう感じ。そうですね、なかなかね、 それも難しかったとは思いますが、もしかしたらね、はい、交通事故でしたっけ、ご病気じゃないよね、交通事故にあったから結婚できたのかしら。そうですね、それは言えますよね、事故にあった後ね、歌続けてたら忙しい忙しいでね、そうですね、結婚も逃しちょっとしてできなかったかもしれませんしね、ご縁がなかったかもしれないですね。もう、琴さんも私も。お二人さんはどうですか？ないもんね。やっぱりない。だから、やっぱり怪我をしないとダメかな。いや、私してるんですけど。怪我してもダメ。怪我してもダメですね。ダメなものはダメですけど、とりあえず違う話に移らせていただきます。地元の八王子で、はい、健康カラオケというか。そうですね、NHK 文化センターで、うんうんうん、まあ、歌を上手にどうのこうのじゃないんですよね、うん、歌を歌って、うん、体を動かして健康になりましょうということで、うん、健康カラオケ教室っていうの、うん、八王子で。あら、そうですか、はい、の教師でいらっしゃる。そうですね、あら、まあ、先生ですね。先生なんですけど、なんか反対にもう生徒さんの皆さん方の方が、うん、年配の方が多いんで、いろんなことを教えていただくんですよね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。まあ、その時その時によって、うん、多い時もあればね、少なくなったり、でもずっとね、長くもう続けてくださってる方も、多いんですよね。1週間にどのぐらいお稽古というか、その教室が、1ヶ月に2回なんですよね。はい、で、お仕事がある日ありますよね、どうしても抜けられないって、はい、そういう時はまあ、お休みさせていただくか、うん、またうちにも若い歌い手がおりますので、うん、その子たちが行ってくれるようになってるんですけどね。お休みしちゃうとまたね、皆さん楽しみにしてらっしゃるのにね、がっかりなさいますもんね、健康になられましたよ。ですから皆さん、そうですか、本当にね、もう体も動かない、声も出ないっていう方も、もうすごく声も出るようになったりして、お家でこう塞ぎ込んでる、まあ塞ぎ込んでるかどうかわかんないですけれども、お家でいるよりはそうやって皆さん ね、歌のお好きな方たちが集まって、自然とそう体を動かしたりなんかして、ね、元気になるんでしょう ね、 ね、 ね、歌もね、はい、すっごいすぐね、CD をいろんな方のね、新曲出されますでしょ皆さん、そうしましたらすぐ買いに行かれて、覚えるんですよ、覚えてね、次の時に持ってくる、聞いてくださいとか言ってね、持ってこられるの、私がなかなか覚えられないのに困ったなという。生徒さんの方がいち早く、早いんですよ。それでね、あら今日は全部声が出てるわねってお話しするでしょ、そうすると、いや今日はちょっとね、家で声出ししてきたのって、そんなに本格的、偉いですよね。本当ですね。でもいろんなところにね、まあ、公園にお邪魔させていただきますよね、そうしますと、そういう方たちがやっぱ何人かで、やっぱり来てくださったりね、ステージ
字を見るのも勉強だとかおっしゃってね、なんかこう恥ずかしいなというところにも出てくる場面もありますけど、でもね、皆さんが元気で、そして三船さんのところはご家族が多いでしょ。多いですね。ねえ、どういうふうにうまくやってますか。いや、もう多いですけど、みんなそれぞれ独立しておりますので、一緒には住んでらっしゃらないですよね。一緒に住んでないんですよ。ちょっと前まではね、次男の、子供がね、中学3年間うちでね、いたんですけど、今はもう息子が北海道の方に転勤になったので、やっぱり一緒についていくっていうことでね。だから今は七人と二人だけなんですが、ただ長男のね、まあ実は長男も嫁をもらいましたので、その嫁と一緒にしょっちゅう来たり、あと娘が娘の孫で子供ですよね、が来たりして、結構夕食は一緒に食べたりするケースが多いですよね。お孫さんがすいません、言ったことないんで、お孫さん、はい、何人いらっしゃるんですか。もう孫は、9人になりましたかしらね、今回、はい、お子さんが3人、自分のお子さんが3人、はい、じゃあ3人ずついらっしゃるわけ。そうですね。あら、羨ましいですね。でもね、じゃあもう母の日なんかプレゼントがいっぱいでしょ。もちろんです、ね、もちろんもちろんですよ。大変ですね。そしてまた、でも今度はいざ入学祝いだ、ね、なんだかんだ、まあね、またこれ大変です、10人いらっしゃるとね。でもそれが励みとなって、バババ頑張らなきゃってそうなんですよ、本当にね。やっぱりこうなんかこう希望っていうかな、なんか持ってないと、なんかね、がっくりきちゃうじゃないですか。だからやっぱりいつも常にそんなふうに思って頑張ってるんですけど、このね、お写真見るとバーバーっていう感じじゃないですもんね。まあ、ありがたいですよね。いろいろ修正ができますから。なんか素敵な新曲みたいな感じですね。ぬくもり酒場、はい、いいですね。まあ、今回はね、人情味あふれる居酒屋の女将の人間模様を歌わせていただいてるんですけど、やっぱりこういうお店があるといいなってやっぱ思いますよ。結構今多いですよね、そういうお店、ホッとするお店、ホッとするお店、いろんなことをね、相談できる、ママさんでありね、お母さん的でもあり、お姉さん的でもありみたいな、やっぱりお仕事したりしてると、いろんな仕事に行き詰まったりする方も中にはいらっしゃるかと思うんですね。それをやっぱりいろんな、そういう仕事に関係ない、ね、方の、ママさんなんかにね、ご相談するといい答えが返ってくるんではないかなと思いますよね。まあ聞いてよなんていう人いますもんね、時々ね。そうですか。じゃあその新曲をぜひね、聞かせてくださいませ。50周年記念、50周年記念曲の、第3弾なんですけど、第3弾なんですよ。すごい、はい、ではそれではご紹介ください、はい、お届けしたいと思います。私、三船和子、ぬくもり酒場、聞いてください。ひじきの煮物
お一つどうぞ。今日の疲れを忘れ酒この世の苦労肩を寄せ合うぬくもり酒場恋の悩みも仕事の愚痴も聞いてあげましょう。じっくりとお疲れ様、なんとかなるわよ。ちょうど人肌おちょこ酒続いて阿部律子さんの新曲愛されても愛されても愛され足りない、どうぞご覧ください。未来を
忘れなさい。届けをいたしました。琴さんしっとりとしてる、ね、しっとりしていいですね。ほっとしますでしょ。やっぱりほっとする、うん、男性はしびれるね、うん、やっぱりね、うん、お仕事の帰りにお疲れ様って、うんね、声をかけていただくとすごくね、うん、一人で住んでる人なんて寂しいですもんね、うん、こう電気をつけたりするときは ね、 ですよね。ちょっと立ち寄って慰められるんじゃないかな、はいね、癒される、そしてまた元気が出る、うん、明日頑張ろうって気になるんじゃない、ね、はいね、うん、なとってもよかった、うん、それであのこれからのスケジュールとかね、はい、あちこちだあのキャンペーンとかいらっしゃると思うんですけど、なんか告知ございましたらどうぞ。そうですね、うん、あのまあいろいろありますので、はい、あの三船和子 の、 あのホームページで、うん、あのご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、じゃあぜひねホームページをご覧くださいませ。はい、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかって言うとねおいでいただいてまた来てくださいね。はい、ありがとうございます。話すこといっぱいありますよね。で最後にみんなでチチチお願いいたします。チチ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 チ、あの一番最初はあちらのマイクに、はい、どうするんですか、ね、チチ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 チってやればいいチチチですね。あれお別れの曲は、お別れの曲はね、はい、命船をご覧いただきながらお別れです。ごきげんよう、さよなら、ありがとうございました。チチチチチチ、乗せとくれ
二人で行けばたどり着く遠くに会える嬉しさ生きがいにいつか見つける命見つけた